優衣、榊原郁恵、あの頃も今も変わらずみんなのアイドル。でも今の方がずっと綺麗になったよ、郁恵ちゃん。なんて地味な衣装なんでしょう。私服でも来なきゃいませんね、今の私服は。もらっても来ませんね。すごいですね、顔がパルテて寝起きですかこれ。やった。小さなお顔に大きな瞳、少女漫画のような岡田奈々ちゃん。誰かの強い、愛くるしいね。なんかとってもなんか素直な感じの、歯が歯肉を塗ってるとしか思えない白さです。かわいい、もっとかわいい、すごい可愛いですね。こういう妹がいたらなっていう。もう漫画みたい、ほんと目にほら星があるもんね。本当だね、ダクダクするから。いい歌なんです、この歌は。これいい歌でした。出た、第7位、相崎真也。今も隠れ相崎ファンが大勢いるそうです。私の同級生で大ファンだったんです、相崎真也さん。橋田典彦さんの雰囲気が。この頃自分のバッジつけてました。この頃はね、こういう長い髪にパーマを当てるのが流行ってました。でもね、あの声がね、高くてね、とってもいいんですよ。ちょっともっこりしてますね。この伸びるね、甘い声。片平渚、今ではすっかり女っぽくなった彼女も、こんな時代があったんですね。10年経ちましたからね。当時ね、目が似てるって言われました。ごめんなさい。目が似てるって言われました。そうだよ、彫刻刀で彫ったような目をして、まあ、それだけが僕の誇りでしたよ。そんなこと誇りですよ。しかし、うまいですね。うん。第20位、スタモでおなじみのリリーズ、トンネルズの歌にもなって上昇中。第18位、伊丹幸男、ひょうきん族の仲間入りして3枚目路線に転身中。かっこいいね。かっこいい。僕はね、この髪型を真似したんです。第17位、林浩子、一時は焼きたてのお餅のようにプーッと膨れ上がっていましたが、ダイエットに成功、再デビューして17位。変わってないです、本当全然変わってない。第16位、斉藤梢、はい、鳩子の海で人気沸騰。しかし学業に専念するため、この年で早くも引退。第13位、大場久美子、デカプリンちゃんのニックネームがぴったりの久美子ちゃん、今じゃ大物女優の仲間入り。第12位、アグネスちゃん、昨年暮れに男子を出産、主婦として幸せの真っ只中で第12位。あ、はい、あれが大スターですね。あの後ろの踊り見てください、すごいです。第11位、ズートルビー、かつては週6本のレギュラー番組を持っていた超人気者、意外や意外の11位。おー、江藤君、井上君、山田君、でもすごい人気あったんですよ。というわけでね、皆さん人気ありました。じゃーん、山口百恵、松田聖子をポイントで抑えて堂々の第1位であります。ありましたね、このね、可憐な顔とですね、あのグラマーな体の、そのなんていうんですかね、このスキン等さ、アンバランスと言っていいんでしょうか。そうですね、それに我々は心をですね、はい、本当に現れましたよ、はい、そうですね、本当にあの健康的なね、水着姿、はい、こんなに目垂れてましたっけ。やっぱりみんな太ってんの、ね、いきなりいつでもバイバイしてしまう人なんですね。うちの事務所も大変だったんですよ。そう、あの子の作った塩結びつけね、とてつもね、歌ったんですけど、もう学ラン姿でデビューしてね、これあのキャッチフレーズが、この人は演歌の才能と見せてる、原骨みたいな顔をされてる、落としてるのか上げてるのか分かんないですね。ほらこの顔、わかる、
人気でした。女子プロ初のアイドルスタービューティーペア、ジャッキー佐藤さんとペアを組んで日本中の少女を熱狂させました。イメージを変えましたね。ちなみにカノダンプ松本はビューティーペアに憧れて女子プロ行くで人気のあった黒木真由美さん、今は一児の母として家庭を守り静かに暮らしていらっしゃいます。黒木さん、これからもお幸せに。優しく口づけする時だけは。この人の老後なんて想像できません。さあ歌ってもらいましょう。イルカくんです。うるおしく抱きしめながら同じ思い肌で感じ、夜は満ちるよ。第7位は2階から顔を覗かす隣のマリちゃん、今や爽やかママちゃん。持っています、しっかり者だから。あなたがいて私がいて抱きしめられる、なんて風が細めに、なんて風が欲しいな、ハンワンダフルワタフラ。遊園行って幸せかったリンリンランナンはアメリカ人です。未来未来はもう進化したら遠いね、不思議な人あなたは、不思議な人あなたは、私のことを知りすぎているの。この人たち、いや誰ですか。分かる人にしか分かりませんね。いやー、この血管が透き通りそうな白い肌、おじさんたまらない。誰でも息を切らし一人立ち止まる。ファンでした。第3位、刑事犬カールの飼い主みどりちゃん。正解は野瀬恵子でした。皆さんお分かりになりましたか？